専門家によると、偽装はまだ完全ではありませんが、空母としての運用は可能だろうとのことです。空母ドラヘンフェルス。よもや完成していたとは。ゲール領内、ロストクのドックか、ベルト海峡を抜け、我がノルドのソグネフィヨルドに潜むか。我がゲールに奪われようと、ノルドは我らの国土です。完成を待たずに出航させたのは、バルト海に閉じ込められるのを嫌ってのことだろうが、しかしなぜ今。オットーの仕掛けたゲームですな。空母一隻では戦局は変わらない。だが出てきた以上、我々は注目せざるを得ない。しかし、その間にノルマンディから階級を超えて攻めてくる可能性もある。ドーバー南岸に航空戦力が集められているという報告も来ております。おっとめ、やりたい放題してくれよって。だが悲しいかな。今の我々の力では奴に翻弄されるしかない。スタンリー殿、やはり我々にはアトランタ合衆国の力が必要だ。兵を出していただくわけにはいかんのか。大統領はヨーロッパの状況に大変同情的ではありますが、民衆と議会が許してくれません。やれやれ、おっとおめえ、エイルスタッドの魔女とやらにずっと夢中でいてくれればありがたかったのですがな。そうそう、空母の件で議題がそれましたが、そもそも我らは今日エイルシュタットの件について話し合う予定だったのでは。何を議論するというのだ。あの小娘たちは盛んにプロパガンダを繰り返しているが、魔女だと。今は20世紀も半ばなのだぞ。だが真実ならば価値はある。私も映像を見ましたが、本物ならすごいものですがね。ゲールに圧倒されている欧州情勢に変化を与えるきっかけになれば、それもまた一興。ジェントルメン、魔女の実力やエイルシュタットの本心などここで我らが話し合っても無意味でしょう。そこで今夜は特別ゲストをお招きしております。彼女たちに話を聞かれてはいかがですか。お久しぶりです、マグヌス殿下。またお会いできて光栄ですわ。オルトフィーネじゃ。まさか。オルトフィーネ・フォン・エイルシュタットです。そして、何のつもりだ。心配ご無用。紹介したい方がいるだけです。そんな。はじめまして、イゼッタです。この情勢下によくぞはるばるいらっしゃいました。
同盟諸国の皆様が集まると聞き、馳せ参じました。それに、イゼッタの力をもってすれば、ブリタニアまで来ることなど、たやすいことですので。なるほど。ですが、実演はもう結構。確かにその小娘は魔女かもしれんが、所詮は一人。大した戦力にはならん。かもしれません。ですが、この力で、我らはケネンベルクとベアル峠で勝利を得たのです。とはいえ、イゼッタの力は例えるなら鋭きレイピアのようなもの。一点を貫くだけではゲールの巨体は倒れません。つまり我らに兵を出せと？いきなりお願いしてもご承諾いただけないのは分かっております。それぞれの主や国民を説得せねばならない。ですから分かりやすく、今皆さんにとって一番の問題を解決してご覧に入れます。まさか。空母ドラッヘンフェルス、このオットーの最新の牙をイゼッタの力で叩き折ってみせましょう。感謝します、レッドフォード卿。予定通りに運んでいただいて。あなたにはベストリアでの借りもありますしね。さて、空母の件は大きく出られましたな。こちらに来る途中で空母の情報を伝えられてからずっと考えて、この者と二人で決めたことですから。はい。なるほど。ご主人様、お客様が。待っていたよ。通してくれ。今回の作戦に協力してくれる633飛行隊のグローマン中佐です。グローマンです。自分の祖父はノルド王国出身でして、あそこは自分にとっても故郷みたいなものです。ゲールの連中に一泡吹かせられるなら何でもしますぜ。頼もしいですね。よろしくお願いいたします、中佐。あの中佐さん、私頑張って何でもしますから、ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。こちらこそ、魔女のお嬢さん。それにしても敵の空母が逃げ込んだのが濃い魔力のある湾で助かったな。だが例の地図を見る限り、あるところとないところのムラが激しいようだ。イゼッタ？はい。どうした？顔が赤いぞ。まさか。あの、そなた熱でも？違います。大丈夫です。ただ姫様と同じ部屋で同じベッドでなんて、その嫌か。なら良いではないか。それ、あ、こしゃこしゃこしゃしわっとら。そなたには本当に苦労をかける。あの場にいたのは皆それぞれの国を代表する者たちだ。彼らを動かすには我々がどんな利益をもたらすことができるのか分かりやすく示さねばならん。任せてください、姫様。私、みんなを守るためには何でもするって誓ったんです。だから空母でも何でもやっつけてみせます。イゼッタ、よーし、コールだ。スリーカード。え、あっちゃー。さすがタイ、ポーカーでも一撃必殺ですね。なに、まぐれかまぐれ。お前らの方はどうだ、ゲール初の空母の乗り心地は。って言われても、まだ偽装も半分、内部なんかあちこちむき出しのまんまですからね。そういえばチラッと見ましたが、タイのあれ新型ですよね。どんな機体なんですか。そうだな、
運動性は申し分ない。翼面荷重が低めなんだ。ひらひら回る回る。で、エンジンがまたすげえんだ。109の比じゃねえ。ガツンと当てかねえ。あれはまだ機密もいいところの機体ですよ、タイ。ケチくせえな。ま、とんでもないジャジャ馬だよ。俺以外乗りこなせないようなな。コールして、さらに20。おっと。ところでこんなところまで来たんだ。情報は確かなんだろうな。ええ、少佐の話によればかなり信頼の受ける情報源だそうです。この手じゃ勝負はきついかな。どうなってもいいや、行っちゃえ。檻だ。顔に出すぎだぜ。やっぱりお前さん、ベルクマンの旦那みたいにはなれねえな。大丈夫大丈夫、気にすんなって。この谷を通り、背後から湾に抜けて吸収します。なぜそのルートを取るのだ。ああ、これはエイルシュタット側からの提案でありまして、既存の機体でこの谷を飛べるものは存在しませんので、敵もここは無警戒だろうからと。さすがに慎重だな。はい、何しろイゼッタ城は魚雷を連れて飛ぶそうなので。しかも760キロ4本。なるほど。結構は明朝、必要でしたら監視のための随伴機を出しますので、ご自身かもしくは信頼のおけるものをお乗せになってください。魚雷調停終わってるか。はい、延長確認。2番よし、3番よし。行ってきます、姫様。必ず戻ってくるのだぞ。はい。仲がいいんすね、お姫様。あ、いや、太閤殿下様と。あっきり言ってこいつは命がけってか。いくらあんたが魔女でもむちゃくちゃな任務ですからね。なのになんだか幸せそうだ。だって私幸せですから。ずっと疎まれてた力で大好きな姫様やエールシュタットのみんなを守れるんですから。確かに守るもんがあるってのはいい。守る力があるならなおのことだ。さあ、そろそろだぜ。準備はいいかい。はい。幸運を。皆さんも。飛んでる。切り離すぞ。了解。どうか。おいで。すげえ。魚雷ってのは艦の真下、それもど真ん中あたりで爆発させてやると、その圧力で艦は真上に突き上げられ、艦体の重量と慣性で上向きのくの字に曲げられますが、すぐに爆発の衝撃は消える。すると艦底部の圧力が下がり、今度は反対側に折り曲げられ、ついには。ただあの空母をこの方法で沈めるには
4発同時に、しかもかなり精密に艦艇のど真ん中、一定深度で爆発させなきゃなりません。できますか？大丈夫。この谷から湾の真ん中までは十分に魔力が濃い。きっとやれる。ここを抜ければ。爆発させなきゃなりません。快適した模様ですが、これはどうした？待ち伏せです。こちらの作戦がバレてます。ぶつけ本番です。行けますか？俺を誰だと思ってる。とっとと降りろ。一緒にぶっ飛びたいのか？ジークライヒ。やるじゃないか。だがここまでだ。アルプスのお返しをさせてもらうぞ。ついてくる。よし、行ける。諦めたか。だが逃がさん。はい、囲め。ミオルドから出すな。空母から艦載機が次々上がっている模様。お前ら行くぞ。今の俺は終えるぞ。もしかしたら約束したんだ。必ずやってみせるって。生きてやがったか。
ジョーちゃん一人を見捨てたとっちゃ、ブリタニア空軍の名俺だぜ。クローマンさん、この野郎。今よっしゃー、誘爆魔女ごとぶち落とせ。生かしてか。もう十分だ、タイ。あんた、作戦は終了だ。これ以上深追いする必要はない。だが、これは命令だよ、タイ。従ってほしい。風通し最高。よくわからんが逃げ切れたみたいだな。やったな、ジョーちゃん。それが魔女の弱点なのですか。今日の戦闘を見て確信したよ。ドラヘンフェルスをおとりにした甲斐があったというものだ。おとり？ああ、もう一度北海に出た途端、ブリタニア海軍が本気で沈めに来ただろうし、陛下もそれは承知だからこの作戦に使わせてくれたのさ。魔女の弱点を暴くために。そうだ。そして新たな作戦を始めるために。新たな作戦？ああ、だがその前にもう一つ確かめておきたいことがある。エイルシュタットの城に眠るという白き魔女の伝説に潜む真実だ。とりあえず潜入させてあるローレンツがまだ無事なようだから、彼に探らせようと思うのだが。お待ちください、少佐。その任務、自分にやらせていただけませんか。無意味な夢などこの世にはな、ねじれ世界はどこへ向かうの。遠いあの日に巻き戻されたように、暁を見上げた。お泣きなさい、叫んでもいい。次回、残酷なおとぎ話。僕はこの人たちと戦争をしているのか。